ポッドキャストをお聞きの皆さん、ライムスター歌丸ですということで、ね、まあこれ別に名乗らなくても、だってこれはだって僕のポッドキャストを聞くつもりで何クリック的なことをねしてる人なのか、これ名乗るくだりはいるのかっていう問題もありますけどね。私のこの語り口に不審がっていらっしゃる方はぜひこう先週のね特集を聞いていただきたいんですけど、まあ酒を飲んでるわけですね。しかもそのただ飲んでるだけじゃなくて、私結構酒強い方なんですけど、なんていうかな、特集のそのテンションについていくために頑張って日本酒を相当な量をガブガブ飲んだわけですね。ちょっと風邪気味でもあってですね、結果まあベロベロでございます。そんな私ライムスター歌丸がね、お送りしてるわけなんですけどね。いい、すっかりね、申し訳ございません。めんどくさい。ね。さっさと行こう。すいません。皆さんね、お聞きになりたいね、その、本題っていうのがありますよ。本質ね。物事の本質。これ行きたい。なれてますけど、これね、いきなり本質に食ってるからね、どうかなって思うんですね。そういうのは。例えばですよ。まあ、好きな彼女がいたとしますよね。で、まあ、こう、いい感じになったとしますよ。で、まあ、そういうシチュエーションになったとしましょう。じゃあ、ホテルとか行ったとしましょう。そこで、いきなり、もう、いきなり、じゃあ、チンコ入れろ、みたいな、ね。こういうのは、ね、本当に良くないんですね。その手前の段階みたいなのが必要。もう、これは手前の段階。まあ、前儀ですね。前儀に当たるものだと思ってください。次回、4月26日土曜日、スペシャルウィークエンドシャッフル。ね。これ、数字を取らないとこの番組終わってしまいますから、これ、聞いていただいている方はですよ。まあ、正直あんまりよく思ってないです。早く終われって思ってる方もいるかもしれないですけど、大半はですよ。思いに聞いて、大半は、まあ、続いてほしいと思ってると。で、そういう人は、すみません、酔ってますよ。数字を取ってほしいと思うんですよ。取らないと終わりますからね。トゥースペシャルウィーク。スペシャルウィーク。企画がございます。どんな企画か。大人気漫画、進撃の巨人作者、諫山はじめさんが、忙しい合間を縫って、なんとスタジオ生出演でインタビューを私はするという、生でインタビューします。これどんだけ大変なことだと思いますと、まあ、諫山さん本当にもう本当売れっ子漫画というか、まあ、日本でも、まあ、一番多分、漫画でも一番ヒットしてる作品ですよ。で、僕ブログを拝読したらですね、締め切りがやばい。その締め切りがやばいにもかかわらず、たまるは出たいってことをおっしゃってらっしゃってですね、ということです。まあ、なんでそこまで、思いね、入れていただいているかというと、諫山先生はですね、以前から、この、ウィーケンドシャッフル、ライムスター、たまのウィーケンドシャッフル、通称タマフルのヘビーリスナー、聞いていただいているということをですね、あちこちで公言いただいているということです。という諫山先生に、まあ、わざわざ来ていただいているので、まあ、もともとね、うちの番組のファンなわけですから、これはまあ、呼べは来るかなっていう、そういう読みがあったんですけど、まあ、でもその、まあ、忙しいっていうのがあって、まあ、これ、でもその、諫山さん、それ超えてですよ。まあ、多分ね、編集者の皆さんはね、僕のことを殺したいと思ってる。なんだけど来ていただいてと。まあ、そう、死を通してのね、特集なわけでございますが、そこで何を聞くかというと、まあ、当然この、タマフルさん、これ、皆さん、お聞きの皆さんは、タマフルね、聞いていただける方でしょうから、その、諫山先生の発想の、根本と、タマフルとどういう繋がりなのか。ね、進撃の巨人にこの番組に与えた影響はどういうふうにあるのか、進撃の巨人を作る上で参考にした映画は何かとか、あと僕の発言が進撃の巨人の、まあ、その発行部数にどう影響を与えているのか、つまり金額に換算するとどんぐらいなのか、そして私どれぐらい、まあ、換算されるべきなのか、こういったところですね、聞くかもしれません。ということで、とにかく、すいません、何度も言いますけど、私、今、酔っ払っておりまして、これ今週の特集のせいなんです。僕、普段はこんな酒飲んで、こういうことはないんです。とにかく、諫山はじめ先生にですね、この番組にならないの質問を見つけたいと思っております。で、最終的には、タマフルなくして、進撃の巨人はなかったという、現地ですね。現地、つまり、行った証拠というか、これを取るというですね、まあ、一言言えば、ゆすり、たかり。こういった類の放送になります。よろしくお願いします。そしてですね、こう、ムービーウォッチメンですよね。これ毎回ですね、我々数字の推移で言ってますよ。一番数字が取れるところなんですね。これを何にするかが我々の、まあ、かかってるわけなんですよね。これいろいろ考えたんですけど、まあ、てかまあ、ガチャなんで、
しょうがないんですけど、まあ、どれにするか。まあ、というのは、なんだ、キャプテンアメリカですか。ウィンターソルジャー。ただね、あれはね、正直ね、玉結びで町山さんが的確とみんなが思うであろう解説をしすぎている。この問題ありますね。あ、いや、何で来てんの？これ、いやいやいや、これ、これ、声あ、そう、あ、ちょ、待ってて、ちょ、うん、じゃ、行くから行かないでしょ。いや、飲み行け、ちょ、今違う、これ撮ってるから、撮ってるから。撮ってるから。仕事中、仕事中。撮ってるから、撮ってるから。こんなドキュメンタリースタイルいらないから。飲み屋じゃないから、まあ、とにかく、いや、結論としては、ミュージックウォッチメンは、三分の一にしました。しま、ムービーウォッチメン、そうそう、なんだっけ、もう何言って。ミュージックウォッチメンって言ってよ。ミュージックウォッチメン、キャプテンアメリカが当たって、その後なんだっけ、キャプテンアメリカが当たって、なんか当たってるね。クレヨンしんちゃんが。どれもいい作品なんです。これは間違いないと思うんですが、まあ、今回はね、僕ね、ちょ最近ね、さっきの今日の特集のコンバットレックじゃないですけど、なんかちょっと溜まってんすよ。なんかその、ネガティブなものが、それを品川さんにぶつけたいと思います。ディスコ954はゲルシーカカによる男前アニソンミックス。ね。ということでございます。初代下馬さんのぼんやりいい話には、特別判定員になんと杉作 J 太郎さん。これアクトオブキリングというね、こちらやった映画の映画、アディっていうね、人がいて、それに似ている人です。と、盛りだくさんのスペシャルウィーク、たまる。ぜひ皆さん、生放送来てください。ただね、生放送だってこれ、どうなんだと。僕はだって、まあ、東京じゃないからね、聞けないという人いると思うんですよ。だから、僕言うんです。ポッドキャスト組です。まあ、ポッドキャスト組ですっていう人はまだいいんですけど、ネットなんかって言いますよね。歌丸のネットラジオとか、いう人いますよね。ああいう人は、なんですかね、調べないんですかね。ダメですね。本当ダメだと思います。あ、でね、生放送ね。東京の放送なんです。ところが皆さん、テクノロジーの進歩ってのはいいですね、これね。皆さんのお住まいの地域でもですね、なんと、たまる。僕の番組はですね、生で聴けるわけです。パソコンやスマートフォンでラジオが聴けるシステム、ラジコの新サービスで、ラジコプレミアム。これが使えるってことですね。たまさん。正直、ただとは言いませんよ。ただね、これね、ただって時に、やったーなんて思うじゃないですか。ただ、やったただほど高い買い物はないって言いますよ。普通のことは、これがね、安心のね、月額350円を払うという。逆に安心ですね。これ、ただって言われたら、ああなんか騙すんじゃないか。マスゴミが何かって思うかもしれないです。月額350円をね、払うというね、安心のフェアトレードシステムとなってます。月額350円、税別。あ、税別ってことは、これに税がかかるんだ。いやですね。税のことは僕は責任は取れません。月額350円、税別でラジコプレミアム、会員登録していただければですよ。日本中どこからでも、僕の番組だけじゃないですよ。TBS ラジオが、いつでも聞けるという。これは、あれですよね、ビジネスホテルに泊まった時の、1枚カードを買えば、エロビデオ見放題。それに近いシステムです。近いかな。ということで、スペシャルウィークのタマフル。まあ、タマフルを支持するということは、まあ、最終的にはこれはもう、ラジオを支持する。そらそうじゃないですか、だって、そら。ラジオなんてだってもう、しょうもない。AM ラジオなんて、これもう。そういう、なんかね、頑張って番組を、支持するという気持ちを込めて、まあ、ぜひ聞いていただいて、東京圏いない方は、ラジコプレミアム。これで、よろしくお願いします。ということですね。皆さんいかがですか？この後は、皆さんの思ったことを言うコーナーです。多分、ポッドキャストで聞いてる方はね、もう飛ばしてると思うんで。本当に、あざっす。違う。俺がすごい言いたいのは、これは確かに間違ってますよ。こんなの間違ってます。僕多分十何分話してますけど、これのは告知としては間違ってるし、まして酒飲んでね、やるんで、これ間違ってると思いますよ。でも、皆さん、正しいだけで生きているんですかってことですよね。それが僕の言いたいことです。